皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もアーチャー伝説ですね、遊んでいきます。さあ、夜の12時過ぎたんですけど、ログインボーナスですかね。まずいただけますかどなたに聞いてるかわかんないですけど、12時過ぎてもダメなんですね。20時間、前回ログインギフトいただいてから1日経たないといけないんですね。厳しいよと。さあ、では今回はチャプター4ですね。この前見事に1回でクリアしましたからね。ただ50ステージとまた増えますね。装備でペットちゃん、コウモリちゃん仲間になってくださるんですね。ものすごくお強かったんですけど、これ何でしょう、鎌ですか。攻撃速度は遅いと。攻撃力は高いが速度は遅いと。一回装備してみますか。弓以外初めてですからね。レベルも上げますか。もう一度レベル3までしますかね。そしてヒーローちゃんの装備いいですね。多分紫がレア度が高いんですよね。これ以上高いのないですかね。ヒーロー変更する。お、何ですか、かっこよくなってますけど、受け取ります。どう違うんですかね。あれこちらの方が強いですけど、気のせいですかね。スキルがあるんですね。強力な、効果が。サファイア、サファイア、ここで使うんですね。トゥルトゥトゥンテンテンですかね。なるほど。でもこっちの方が強いんですけど、なんでしょうね。スキル違いですか。じゃあちょっと選択しましょうか。この毒が強いんでしょ、きっと。他にできるのはレベル上げれますけど、コウモリちゃんだけちょっとレベル上げますか。で、宝箱、なんでしょう。お、ゴールデンボックス。行きましょう。カコンカコンと。おお。あれ、被った場合どうなんですかね。レベル上がるんですかね。お、スタッフ。スタッフの中のスタッフ、誰も逃れられない。どういうことですかね。ダジャレだったんですかね。これ装備ってことですか。ああ、魔法を使えるんですね。すごい。さあ、グレードアップしましょう。未開放。お、来ました、未開放。おお、ダメージ減少。プラス80と。すごい。紫来てほしい。紫、見たいんですけど。お、攻撃速度アップ。いいですね。コインもたくさん溜まってます。お、来ました。お、すごい。装備の強化がプラス 3% なんですね。ということは、一番左下は、あれですよね、武器ですよね、きっと。さあ、霊感アップということで。いや、いいですね。育ちましたね。これは、デュオができるんですよね。ちょっと私もレベル上げ頑張らないと。早く皆さんと一緒にお遊びしたい。さあ、では4、水晶結晶ですか、結晶でしたっけ。ボルドですかね。ボルドと跳ね返しは、なんかナログの中では必須なんですけど。おお、1200コインも。さあ、やられて1200コインだけいただきます。ダメですか。あ、これが鎌なんですか。鎌投げるんですね。なら、全然、火力強いんでしたら、鎌良くないですかね。おお、危ない危ない。あ、すごい。火力が。結構私もレベルアップしているはずなのに、ヘッドショットですかね。お、最大 HP も上がりましたね。あ、ダメージが。よし。まだサクサクいけますか。ペットちゃんもいますからね。わ、攻撃厄介ですね。あ、壁があるとあれですね。やっぱり当たらないですか、攻撃。お、レベル3。デスボーム何でしたっけ。あ、爆破するんでしたっけ、確か。敵を倒した時に爆発が起こると。お、天使ちゃん。いや、なんか、ほっこりしますね、天使ちゃん見ると。さあ、攻撃してきたら、避けると。あ、危ない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 。わお、当たっちゃった、一回。おお、サファイア。いいですね。
なんかあれですね、今の落ちる時の効果音とか、MMO とかで遊んでた時のなんか、そんな感じの音楽ですけど、懐かしいですね。昔よく遊んでましたね。最近は遊んでないですね。やっぱりハマっちゃいますからね。お、硬めのコウモリお強いですからね。もう前回、このコウモリちゃんでクリアしたようなもんですけど。あ、なんか吹いてる。お、あ、コウモリちゃんだった。ただ、レーザー光線が紛らわしいって言うとね、私が攻撃受けてるように勘違いしちゃうという。なんか前よりも簡単ですかね、前回より。さあ、ダイアゴナルアローっていう、どこで区切ったらいいかわかんない。おお、すごいジャンプ力が。私もお風呂上がった、ああ、わあ、ちょっと。結構お風呂上がった後とかも、なんか体操してますけどね、少し屈伸運動みたいな。おお、避けづらい。いやー、やっぱボスお強い。近づかれると避けづらいですからね。まあ、それかペットちゃんに攻撃任せておいて、逃げ、当たっちゃった。逃げ続けるとか。なんか未だに悪魔ちゃんのスキルいただいたことないんですけど。よっぽど体力が最初に多かったらいいですけどね。うわ、すごい。魔法使い。完全なる魔法のみの攻撃ですか。お、すごいですね。メテオですよね。メテオとかもうファイナルファンタジーさんでしたら、超火力ですからね、もう。せめてプチメテオとかコメットにしてほしいですけど。さあ、どこどこ。あそこにいらっしゃる。おお。この敵さんはあれですね。皆さん、近寄ってくるの大好きですね。敵さんが多いと、攻撃が多すぎて、避けづらい。危ない。いやー、それにしろ、いろんなアクションありますね。悩んじゃう。ボルトサークルにしますか。あ、でも、ボルト攻撃についてるから、黒曜石にしますか。避けて避けて。いやー、こうなると魔法も使ってみたいですね。MP という概念がなさそうですからね。おお、謎の商人さん、洋商人さん。サファイアが高い。こんなに高いんですか、サファイアって。お、ほっこり天使ちゃん。アタックブースト。どれぐらい強くなってるか、動画を見直して、見てみてください。私、わかんない。さあ、ボルトの効果が効いてますね。ああ、すごい。そう、レベル6上限アップもありますからね、スキルで。それもゲットしたいですね。前回確かゲットできてないからですね。ああ、体力多いですね。お、ヘッドショット。ちょっと待って。ああ、ああ、浮いてるの当たっちゃった。あの紫も当たっちゃダメで5しかない あ、危ない。どこどこどこ。よし。あー、人前仲良くしてない。お願い、天使ちゃん来て、天使ちゃん。ダメ、やられちゃう。寝る時間がやってきました。お休みの時間が、なるほどくんの。5で耐えきれるのか、果たして。飛んでこないで。よし。わ。一回でも当たったらダメっていうのはちょっと緊張しますよね。緊張するだけならまあいいですけど、たまに指が震え出すようになりますからね。もう指が震えたらおしまいですね。ゲームオーバーです。お、回復しましたね。ブレイズを付与いたしました。ちょっと避けやすいようにこっちに移動して、あっと、あ、危ない。1ポイントが、あ、当たっちゃった。終わっちゃった。さあ、しれっと動画を見てですね、
広告見て復活いたしました。パズルゲームでしたね。私が昔遊んでたキャンディークラッシュさんに似たようなゲームですかね。いや、遊びたいですね。面白いんですよね。わ、ちょっと、あ、ボスですか。なんでこんなに強い。あ、ちょ、おすごい炎が、メテオが来ましたけど。追尾弾ですね。さあ、大きいのが来る。お、あ、もう一個来た。ゲー、ゲー、ゲーゲーゲーのゲーと。なんか目玉の親父さんに見えましたけど。ダメ、火の玉。わあ、厄介ですね。どんどん追ってくる。さあ、あともうちょっと。カマ、これ、火力強いんですかね。やっぱ弓より強いんですかね。わからないですね。お、血の乾きが欲しい。よし、おお、出ましたね。これで HP は回復するから。まあ、ほんのちょっとですけど。よし。さあ、今21ですか、ステージ。お、凍てつく爆風って何でしょう。敵を倒したときに爆発が起こり、近くの敵をさらに凍らせると。さっき私、爆風ゲットしたはずですけどね。それに加えて、より爆発するんですかね。爆発しますか、ちょっと皆さん見てみてください。あ、爆発しましたね、今。でなんかちょっと氷っぽいマークが円形に出てたような、あの範囲で凍っちゃうんですかね。お、倒しました。よし、22ステージクリアと。ヘッドショットがやっぱ一番強いですね。あ、今回バリアが出てない。お願い、固まって。おお、危ない。さあ、一文字でも2100までいってますね。壁沿いに。トロッコですかね、これ。お、ワンちゃん。あ、来てる来てる来てる。おお、回復してますね、結構。おお、強くなってる。お、天使ちゃん。HP ブースター。あー、違いますか。クリティカルマスターですか。どんな格好ですか、これワンちゃん。短足ワンちゃんですかね。やっぱヒットポイント増えてますね、敵さんの。なかなか倒せないですね。さあ、倒しました。27。うわぁ、ちょっと待って。ちょっとこれ厳しい。わぁ、これ避け続けないといけない感じですか。あー、なるほどですね。避け続けたらなんとかいけますか。その場に留まってはダメと。よし、レベル9。なんか、ガードしますか。いまいちシールドガードが、ガードしてくれてるイメージがないんですけどね、ちゃんと。これで結構助かってるんですかね。なんかもういろんなものが飛んできてすぎて、わかんない、防げてるのか。よし。さあ、29ステージ。これもしかして、寝ないといけないのに、眠れないパターンですか。おお、来ないでこっちに。あ、当たっちゃう。さあ、このくるくる回ってる、あれを当てつつ、当てつつ。よし。来ましたね。30ステージ。ちょっとまぶたがもう半分閉じかけてますけど、もう眠たさに抗えない、そんな お年頃ですか、なんていう。お、シールドガードがガードしてくれました、今。私は見ましたよ、今。ガードしてくださったの。
当たってる、当たってる、ダメージ受けてる、なんで？うわー、危ない、やられちゃう、どこ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 、あ、あちゃー、あちゃー、あちゃー、残念。トゥントゥントゥントゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥントゥ、あー今日はクリアできませんでしたか。これちょっと悔しくて眠れないかも。ヒーローモードを解放しようってますね、解放しようって書いてますね。ノーマルモード見なかったことにします。ちょっと見たい。あーなるほどですね、今までのステージが難しくなるんですね。なんてこと、なんてことですよ。まあやりがいができて、あれですよね、強すぎる方とかですよね、もう 毎回スライムばっかりじゃ飽きちゃうよみたいな、簡単だよみたいな、そういう人たちのためなんですかね、ステージですかね、デスピサロたくさんみたいな、わかんないですけど。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。